詳しくは概要欄を見てね。どうもグチョケ YouTuber ヒデさんです。ご覧のように太陽がさんさんと降り注ぎ、真夏のエアコン工事ということで朝9時になりました。さあ作業開始ということで、温度計で今測ってみると日陰で 31.5 度、暑い。で今日はですね、こちらのねプレハブにお客様、リピーター様からご依頼を受けまして、ダイキンのエアコンですね、ここの壁面に、エアコン取り付けということで、さあ作業していきましょう。取り付けるのはですね、この226畳用のエアコンをこれから取り付けしていきたいと思います。さあそうしたらですね、この外はこれ室外機ここに置きます。でお客さんにね頼まれました、このねLANケーブル、このね貫通穴ね開けたらそこをね通してほしいよということで、忘れないようにね後で後ほど入れましょう。そうしましたら梱包を解いてエアコンを取り付けしていく段取りに入っていきたいと思います。帽子かぶってるね、室内では帽子取りましょうって感じですけれども、暑い、今日も暑い、朝からもう9時でも 31.5 度、故障書をこちらに置いておいて、さあ作業していきますよ。梱包解いてですね、養生を剥がしてここに置いとこう、室外機を置いておいて養生剥がしてと、よし、はい、かぶっていた帽子を取って、そしてこの据え付け板を取ってと、まあ、マナーですからね、室内では帽子は外しましょうということで、そしたらですね、このエアコン、ダイキンさんのねエアコンこれから取り付けしていくわけなんですけれども、いろいろね気配りのダイキンさんということで、まあ、このね青いテープ剥がしやすいからいいですけれどもね、もう少しね少なくしておいていただけるとね嬉しいですね。この取説関係をこんな長くしておく必要あんのかなっていつも思うんですけどね、うん、こっち置いとこう。さあそうしたらこの前面のね吸い込みのところのパネル、前面のパネルを外してと、そして、電気品、電線のね 1,2,3 番入れるところの蓋を外してと、段取りしていきたいと思いますので、このサドルもね、サドルも外しましょう。サドルここね外してと。さあ作業していくよ。あ、その前に前段取り、このね電線、電源のプラグのこの袋、なんでこの袋に入れてあるんですかね、いつも思うんですけど、これ静電気で汚れないようにですかね、何のためにこれ袋に入れてあるんでしょうか、誰か答えを知っている方教えてください。まずこの袋から出して、このくくってあるのもね外してと、よし OK、 なんでこれ袋に入れてあるんだろうなっていつも思ってます。さあそしたらね、ここを束ねていきながら電線を入れて、電線 1,2,3 番刺してと、膝が痛いねなんか最近。その前にね、このアース線を仕込みますよ。この熱交換器のところにね、熱交換器のところにアース線をガチャンコ、20ミリぐらい、皮膚を剥いてあげて IV のね、でくるんと輪っかを作りまして、そしてここに端子台があるんで、そこのビスを緩めてあげて、これね、ここのビスを緩めてあげて、でそしてここに接続してあげると、でこの、今ねアース輪っか作りましたが、締める時にね締まる方向、のの字の向きにね IV、逆だと緩んでっちゃうんでね、のの字方向、締まり方向に接続、よし。そしたらここにね、この溝のところに入れていくと、このアースもね熱交換器のところに取るっていうのが、まあ、一番確実といえば確実なんですが、できればねこれ 1,2,3 番黒白赤で入れるすぐ直近にね、アースのターミナルというかね、アースの端子台というか設けておいていただけると嬉しいですよね。このベーシックな機械の場合ね、熱交換器から取るような形になってますが、高機能なものはこの辺にねアース端子ありますよね、アース端子この辺にね設けといていただけると非常に便利ね。わざわざね熱交換器の方にアースをね取ってね、先ほどの溝のところをこう通してきて、あ、やっぱりちょっとボディ外したいなっていう時があるわけですね。そういった時にね、本当にねまたアース外さなきゃなんないよっていうふうに思うことが結構ありますんでね、うん、
段取りが悪い僕ちゃんの場合よく外す出戻り作業があるんで、そういう時にまたいちいちもう明日外さなきゃなんないっていう時がありますね。はい、そして、123番黒白赤で奥まで入れてあげる。ラジペンね、これ藤谷さんからいただきました。たまには使わないとなと思って今ね、藤谷のラジオペンチで今奥まで入れてあげたと。123番黒白赤。そして線を刺したら、電線をね止めるサドル付属のサドルがありますんで、それね外しましたよね。その外したサドルをビス止め、ビスでね締めてあげて、固定と。このサドルもねもう少しね電動工具でね締めるときね、マグネットつけてあったりすると当たっちゃうことがあるんで、もう少し左側、端子台側の方にね、1、2、3番の端子台側にサドルがつけてくれてあると、あと5ミリ左側についてるといいなって思うんですけどね、いつもね。そして蓋を閉めました。そしてですね、この据え付け板、先ほど外した据え付け板をここに、だいたいこれぐらいの位置ということでね、お客様にお聞きした位置で取り付けしていきたいと思います。さあ、そうしたらまずはね、センター、このビスを止めてあげてと。で、水平を見ながら。このね、天井がね、屋根勾配。天井のすぐ上がね、もう屋根になってますんで、勾配屋根になってます。なので、天井はちょっとね、どっちが下かな？右が下かな？左が下かな？どっちだったか忘れましたが、勾配がついてますんでね、その天井から寸法折っちゃダメですよ。なので水平をねしっかりと水平器で見ながら、でビス止めすると。でビスはね、ここはね、コンパネというかベニヤというか、効く素材になってますんで、今ビスを直接ね打っていって SS キーターを効かせているところになります。さあ、続いてね、今度は穴開けするところの、今、墨出しをしているところですね。寸法をね、追いながら水平で高さを出しているところですかね。水平器で、この辺だよということでね。はい、そして梱包材のビニールでね、ピンクのテープちゃんでくるっと丸くサークルを描いてですね、それに貼り付けて養生ということで。で、このホコリ受け、これからね、65パイの穴を開けていきます。穴を開けていくのに、ホコリを受けるために養生の再利用ということでね、今穴を開けていきます。まずセンターの穴を開けてと。なかなか開かない。押し込みを申す。はい、手前の内壁、内側のね、壁開けました。そしてこの周りをね、電線すぐ近くにコンセントがあるんで、線がないかを確認してあげて、さあ穴を開けていきましょうということで、開いたかな。いいねいいね。一応こんな感じで開きました。外の風景見えます。そして外から見るとこんな感じで開きましたということで、開きましておめでとうございます。そしてスリーブを入れますよ。いつも使ってるね、つば付きのスリーブがありませんでした。持ってくるの忘れてました。ということで、この通常のこの丸いまん丸のスリーブということで、つばのないタイプのもの、在庫でね車の中にあったのを、切りまして、とこれを入れていきたいと思います。はい、カッターナイフで切ったこれ。はい、スリーブを入れました。入れたらですね、固定するためにビスで止めましょう。はい、横から入れてビス止めと。はい、そしたら外はねこんな感じで、スリーブの周りをですね、コーキング多めにで、たくさん入れてあげてですね、最終的にはねこの周り配管出してあげて、そしてパテをすると。はい、ちょっとパテよってことで、後でパテしましょう。はい、そして外壁面、せっかくシャレオツなのでということで、化粧カバーをつけることとしました。外の化粧カバーはね、LDWM、マンションタイプの丸い頭をつけてですね、私標準でね、この LDWM を使ってます。さあ、そしたらね、ここビス止めします。この外壁面に、このガルバの外壁面にビス、はい、止めて、曲がり見て、よし、OK。そうしたらですね、今度この出ずみ側からの寸法を当たって何センチだ？それをね、頭の中に控えておいて、下に降りてきた時に、この LDEN、端末ですね、端末を、この離れ、これぐらいの位置かなっていうところで、これを止めます。
はい、寸法当たったところでビス止めしてと。はい、そして確認。うん、大丈夫だね。OK。そしたら前丁、この単管一本ものではちょっと長いので寸法を測ります。上からつばの入り分を見て、うん、寸法これぐらいか。よし。はい、そしたら LD の黒、LD70 の黒を1本取り出しまして、それを寸法、今測ってきた寸法忘れてない？大丈夫ですかね。寸法ここかな。何センチだ？ 100？ 違う、1600mm ぐらいかな。何ミリだったか忘れましたが、ここでダクトカッターでカチカチ言って、あれ？なんだろう、寸法ここでいいのかな。違う、アングルを変えた。ゲーが細かいね。アングルを変えてこんな感じで切りました。よし、いいね。さあ、そしてね、ノックアウト何箇所か開けて、でここにね、まっすぐ降りるよ。なんか曇ってきましたね。さっきまでカンカン照りだったのが曇っててちょうどいい。でも暑い、蒸し暑い。さあ、ビス止め何箇所かな、3箇所ぐらいビス止めしました。よし。はい、そして再度ね、プレハブ内に戻りまして、なんか反対向いてますね。反対向いたまま行っちゃいますか。ここね、ドレンホース DHQ の14差し込みまして、その周りをくる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 テープを巻いてと。よし、抜けないようにね、抜けないようにテープをしてと。はい、180度向き、晴天、回転。で、その後ね、この冷媒管のスリット、すごい、ダイキンさんの場合ね、結構根元の方までね、スリット入ってますよね。で、ある程度テープでくるくる巻いてあげてと。で、そしたらね、この冷媒管、電線、ドレン管を一緒に束ねてと。テープでね、テープで、私使ってるのはね、稲葉のね、25mm の、細巻きのテープ、粘着テープ。そしてフレアナットを外して、フレアをね、作って、冷媒管接続して、配管接続しないでね、冷媒管ね、短いままね、このままね、引っ掛けてもいいんですけど、外ね、日が当たって暑いんで、なるべく小屋の中で涼しくね、空調服着てるとね、日陰だと結構涼しいんでね、はい、これー！いきなりこれね、あ、くーるるーる、くるくるりん、くる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 っとトン、くる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 、おじさん、TikTok も、あやってます。トントントン、くるくるくるっと、くるくるトン。3部の次は2部で、あ、くるくるトントン、TikTok も、もうすぐ3000人に行きそうな勢いですよ。くるトン。くるくくくくるくるくくくくる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 トントンくるトンの、あとはこのフレアナットを入れましょう。そのあとはこのフレアを作るためにフレアマン、フレーフレー、頑張れ頑張れおじさん、頑張れフレアマンで、ウィン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 。ねえ、ちょっとおじさん恥ずかしくないの？そんなウィン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 とかクルクルとかトントンとかクルクルウィン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 ってね、これ近所の人も見てるんですよ。ご近所さんも見ています。この間ワンコのね、散歩中にね、お、YouTube 頑張れよって言われました。本当ありがとうございます。ご近所のね。本当にありがとうございます。ということで、まあおじさん今後頑張ってるわけなんですけれどもね、もう48になりました。そのね、頑張れよって言ってくれた人はですね、もう50歳になりますね。本当にね、今年ね。なったのかな？まあいいか。兄貴の同級生。お前そんなの、うちわの話はどうだっていいんだよ。ちゃんとね、この動画に沿った解説をしなさいよって。まあね、くるくるトントンもね、お宅のこのチャンネルの見るときの、まあ、醍醐味ではあるんだけど、このしっかりとね、ためになるようにね、
超初心者の方は特に、ためになるような解説をしてほしいわけ。ね、だってうちの会社の若い子にも、このヒデさんっていうのいるから、そいつのね、チャンネル見れば多少慣れても勉強になるから、あとちょっと冗談言ったりしてね、面白いとこもあるけど、前提としてね、面白いはいいんだよ。面白いはいいんだけど、その前にね、役に立つ、勉強になるチャンネルで言ってもらわないと困るわけなんだよね。この辺お願いしますよ、おじさん。ってね、本当にね、視聴者の方からの声が聞こえそうですが、すいません。とりあえずね、接続は、まだしてないのかな。電線とドレーンを外に導き出しまして、ここのね、スリーブのところから出しまして、冷媒管2部3部。今回のね、取り付けるエアコンはダイキンさんの6畳用のエアコンってことで、このね、プレハブ何畳だろう ?8 畳、10畳ぐらいあるのかな。でね、効くのかな ?6 畳でもね。まあいいか。そうしたらですね、この電線、冷媒、ドレーン、3種の神器、すべて外に出しまして、そして接続しまして、そして、引っ掛けると。まあ毎回ね、同じようなね、動画ですいませんね、本当にエアコンのね、取り付け工事って、基本的に一緒なんでね。はい、そしてこれ、おもむろに取り出しました。はい、ナイログー浅田さんのナイログさん。今日もね、CM しております。これをね、ぬりぬりすると、なんかね、漏れるとか漏れないとかってね、巷で噂になっておりますが、最近ね、私が取引してます、電材屋さんでも、このナイログさんを置くようになり始めました。これはね、自画自賛ではありませんが、私のね、CM の影響はあるんでしょうか、ないんでしょうか、わかりませんが、ここにぬりぬり、先っちょにぬりぬりしてあげて、そして角度を合わせます。はい、漏らさないための3要件ということで、まず角度を合わせます。そして手締めでいっぱいまで締めます。はい、手締めでね、いっぱいまで締めてあげて、そして適正のトルクでね、まずね、アイレンします。アイレンしてあげて、そしてトルクレンチで締めてあげると。角度、手締め、そしてトルクレンチと。その3要素で漏れない。あ、違う。ナイロンさん。ナイロンさんも塗ってあげることに4要素ですね。もう適当だな、このおじさん。そうだよ。そうやってね、少しでもね、ためになってる風の解説してもらわなきゃ困るわけなんだよね、本当に。だって、ヒデさんっていう、エアコンのね、工事の動画上げてる人いるから、その人の動画見たら勉強になるぞ、なんて、先輩ぶってね、会社の若い人にね、教えてあげたわけなんだから、それはね、ちゃんとね、ためになる風のことを動画の中で言ってもらわないと、俺の立場がないわけだよ、本当にね。頼みますよ、本当、おじさんね。っていうことを言われて、すいません、本当にね。そしてね、締め付けた後ね、ここの、粘着テープ、太巻きでやってますね。太巻きで、一緒にくくりながら、そして、引っ掛けてあげると。さあ、頑張ってね、おじさん、ここまで、後ろにシャツがなんか出てて、だらしないですね。さあ、おじさんの哀愁漂った背中、腰が痛い。さあ、今から三尺に乗りながら、室内で帽子をかぶりながら、エアコンを引っ掛けてあげるよと。よし。簡単、ベリーグー。よし。オッケー。はい、そしてこのビスカバーをはめてあげてと、ビニール剥がしてと、これね、めんどくさい、一手間。そしてこのフィルターを入れて、オッケー牧場だね。はい、全面パッタン閉めました。閉めリンク、オッケーオッケー、いいね。光ってる。やっぱ新品はいいね。新しいエアコン。そして電源を確認、あれ?よくよくね、確認したらですね、まだ受電してませんでしたということで、今日試運転できないんですが、まあそのまま引き渡し。一応こんな形で接続しました。そしたらね、外に行きますかね。よし、こんな形。で、これプラグ抜いときましょう。入れられてもいいようにね。まあ、ちょっと200送られたら大変なんでね。よし、そしたら、あーこれ入れるの忘れてた。もうなんだよ、もう。入れるの忘れてたよ、もうね。頼まれてて、もうね。散歩歩くと忘れちゃう。もうね、鶏さんと一緒です。はい。このLANケーブル、外にね、2メーターぐらい出しておいてねって言われてたのに、もうすっかり忘れてました、もう。
まあ、なんで忘れちゃうのかな。もうすぐにね、忘れちゃうんだよね。本当にもう、頼みますよ、おじさん。はい、とりあえずこれ2メーターぐらいあるかな。2メーターぐらい出しておいてと。よし。さあ、そしたらね、これからね、配管はもう接続されているんで、この蓋を閉めてね、蓋を閉めてあげて、室外機の接続して、っていう、まあ、段取りになっています。で、これ、このLANケーブル、このね、LDWM のね、この奥側のところから、直管のところを通さずに出しました。そしてカバーの、ビニール養生を剥がしてあげて、そして蓋していくと。あ、その前にパテはしたのかな？ちょっとパテしましたか？すいません。パテまだしてませんでした。まあ、コーキングはね、もうね、固まったね。固まったので、それでもね、優しく、この周りにパテを、この穴、貫通部の穴のところにね、パテを詰め込んであげてと。よし。いいかな。で、端末の部分の、これ、ビス止め。ビスを止めてと。それとね、LDWM、頭の部分のね、周りのコーキングはしませんでした。このLANケーブルをね、また引き出す可能性があるということだったので、コーキングはしません。まあ、止水はね、十分パテでできてるんで、ちょっとパテよって感じで。そのまま引き渡し。はい、そしてこの粘着、違う、化粧テープ、ネオピタちゃんで、くるくる巻いてですね、テープを巻いて仕上げていくと。はい、一応こんな形で化粧テープ巻きました。さあ、そしてね、足止めて、室外機持ってきて、よし、ここに置いて接続していくと。はい、まずね、横の蓋、ビスを緩めてあげて、スライド、はい、外れますよ。ここに置いときましょう。そして内外渡り線 VA 線ですね。 VVF2 ミリの三紙私使ってます。これね、123番黒白赤、部屋内も123番黒白赤、室内も123番黒白赤でつなぎましょう。これね、両光になっちゃうとね、部屋内が黒白赤で外がね赤白黒でつないじゃうと正常に動作しませんのでね、そこは十分注意しましょう。超初心者の方に言ってますんでね、これね。こんなの当たり前だろ、お前。何言ってんだよ。って怒らないでくださいよ。本当にベテランの方はね。ベテランの方っていうかね、私も一応、年数的には、ベテランの方に入るとは思うんですが、去年もね、この動画撮影中に間違えましたからね。部屋内は黒白赤。部屋の外っていうか、室外機は赤白黒で無意識に繋いで、試運転しようかと思って回したら、あれ、パカ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 、もう LED がね、パカパカしてね、あれ、おかしいな、どういうことって思ってる。ああ、恥ずかしい。もう動画ね、撮影しててね、本当にね、もうね、どっか穴があったら隠れたいって感じだったですけどね。まあ、そういうこともありますんで、間違えないように、123番黒白赤でお願いしますということで。で、今、電線を、電線じゃないですね、電線の話してる間に、冷媒管の長さをね、今決めて、冷媒カッターでくるくる切ってと。はい、そしてお楽しみな時間がやってきました。これ、はい、これ皆さんご一緒に、今日はくるくるトントン2回目です。嬉しいな、嬉しい嬉しい。はい、くーる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 トン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 、クルトン、クルクックック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 。ニブを、クルクルトントン、クルトン、クルトントントン。はい、終わり。早いよ、ヒデさん、早い。もっとゆっくりやってほしいんだよ。俺、この、クルクルトントンが楽しみで、本当オタクのね、チャンネル見てるんだからっていう方も結構多いです、本当にね。コメント欄見てください。本当にそういう方多いですから。はい、そして続きましてフレアマン。このおじさんどこに向かってるのかなって言われることもありますが、自分でもわからない。もうゴリ夢中。霧の中をさまよい続けてもう早1年半。はい、そしてフレアマンでウィン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 。はい、オッケー。はい、続きまして3部。ウィン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 。はい、オッケー。はい、2部と3部フレアマンでフレアを作りました。オッケー、いいです。さあ、そしたらね、もう少しで終わりになるんで、でもまだ続くのかよこの動画って思ってる方いるかもしれませんが、そういった方はね、本当にね、もう少し我慢ですよ。はい、そしてここのね、フレアの完成度合い、精度を確認、指で触って確認、目で見て確認ということで、
この切り粉がね、残ってたりしないか、その辺をね、確認しましょう。そしてもう一度、はい、CM! はい、これ、ナイログ浅田さんのナイログさんです。ここにね、塗ってるところが見えない。このフレアマンで作ったフレアの部分にね、ナイログさん、浅田さんの販売しているナイログさんを塗り塗りすることによって、漏れ防止の決定版、これを塗ると絶対漏れないというわけではありませんが、塗ると漏れないような気がする。おまじない。はい、そしてフレア面を合わせます。まず角度を合わせることがこれ肝心。そして手締めでいっぱいまで締めます。手締めでいっぱいまで締めてあげて、モンキーでアイレンしながら、そしてトルクレンチでカチカチ言いますよってことで、カチカチ山のたぬきさん、はい、おっぱい飲んでカチカチカチと、はい、オッケー。はい、そして今度は2部を今度はちょっと待ってくださいね、角度を合わせます。角度を合わせてあげてと、これぐらいか、これぐらい、手元が見えない見えない見えない。そして手締めでいっぱいまで締めます。手締めでいっぱいまで締めてあげて、そしてアイレン、モンキーでアイレンしてあげる、これ肝心よ。はい、大事。そして2部のトルクレンチで、はい、カチカチ山のたぬきさん、はい、滑った、おじさん滑った、また滑りますよ。はい、ほら滑るんだよこれね。え、2部滑るね、ダイキンさんのこの納豆。はい、そして今度はね、このガチャンコ VS トリッパー VVF2 ミリの三振、私使っております。1,2,3 番、黒白赤。先ほどからね、もう口を酸っぱくなるほどね、もうね、言っております。1,2,3 番、黒白赤で繋いでください。そして、この蓋を忘れないようにね、しっかりとね、締めましょう。これ、ビス2本でね、締めるめんどくさいね、これね。はい。1,2,3 番、黒白赤。何かに怯えてます、このおじさん。蓋が閉まらない。あれ？どうやって締めるんだろう。手元が狂っております。ここが、こうなるから、ここに引っ掛けたら、どうなんだよ、これ。え？不器用なおじさん。キャリアは長いが不器用、本当に。お前、年数だけだろ。お前、年数長くやってるだけだろ、お前、エアコンをさ、何にも考えないでさ、日々さ、エアコンをなんとなくつけてると、そうやってね、はい、できない。はい、もうね、本当にね、仕事のできないおじさんの出来上がりってことになっちゃうんでね。日々ね、課題を持って作業するようにしましょう。はい、そして真空ポンプで真空を引いてあげて、バルブをちょい開け、そして2-2であることを確認の上、ホースを外して全開、バリバリおじさん、ガスを送ってと。よし、いいね。そして袋ナットを閉めて、ここから漏れがないようにね、モンキーでしっかり増し締めしてあげてと、こうやってね、増し締め締めましょう。増し締め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 と。今日の飯は何にしましょうか。よし、いっぱい締めて、そして泡をかけて確認と。今日はね、電源来てないんで、この辺で締めに入りますか。最後までご視聴ありがとうございました。エアコン工事ヒデさんエアテクチャンネルでは、ご覧のようにですね、プレハブにエアコン取り付けました。一応ね、こんな形で化粧カバーつけてですね、お客さんに引き渡して、新運転の方は申し訳ないです、お客さんの方でしていただくことになりました。はい、一応こんな感じということで、最後までご視聴ありがとうございました。また見てください。エアイルさんもよろしく。エアイル、エアイル、エアイルさん。エアコン屋さんのプロ集団。詳しくは概要欄を見てね。最後までご視聴ありがとうございました。今回はね、プレハブにエアコンの取り付けということで、次回はね、また屋根置き。屋根置き課題の据え付けということで、屋根置き課題の更新工事を行いましたので、そちらの方動画上げてみたいと思います。またね、よかったら見てみてください。最後までありがとうございました。